皆さんこんにちは。 ATV ライブチャンネルチャプター6始まりました。今回のナビゲーターはドラマーの金子夏樹です。最後までよろしくお願いします。わーありがとう。さて今回の ATV チャンネルのテーマは ATV ドラムで演奏動画や配信をやってみようということで、電子ドラムで叩いてみた動画を作るにはどうしようとか、ドラムでのライブ配信まで解説しちゃいたいと思います。第1部は叩いてみた動画の撮影方法、第2部は実際に私がいつもやっているライブ配信の番組と同じことをここでやってみたいと思います。そして第3部は ATV の AV ミキサー A-Pro1 を使って面白い映像演出をやっちゃいます。また今日は YouTube ライブですので、ぜひコメントや、あと質問ですね、チャット機能で、どしどしお待ちしておりますので、お気軽にコメントください。 ATV ドラムで叩いてみた動画を作る方法をご紹介します。最初に、叩いてみた動画を撮影するのに必要な機材をご紹介します。まず ATV の電子ドラム、今日は A ドラムスなんですが EXS シリーズでも同じことが可能ですのでご安心ください。そして撮影するためのスマホ、今日は iPhone を使用します。そして ATV のドラムの音をきれいにスマホに入力するためのオーディオインターフェース、今日は一番簡単な LINE6 のソニックポートという機材を使います。これ以外にもパソコン用の、オーディオインターフェースも使えるんですが、スマホに使用できるかはそのメーカーさんに、確認してみてください。そしてオーディオインターフェースと音源を接続するケーブルが必要になります。 AD5 や XD3 のアウトプット端子は標準モノラル本端子が L と R に分かれていますので、片方がソニックポートの入力端子に合わせてステレオミニになったこのような、Y 字ケーブルを使います。こんな感じですね。こちらステレオミニで、こちらが L と R で Y 字になっております。最後に、演奏する曲を再生する音楽プレイヤー、今日は古いスマホをプレイヤー代わりに使います。EXS シリーズは音楽再生機能が本体にあるので、自分の演奏したい曲を変換して SD カードに保存して、そして音源から再生するという方法も使えます。接続用のケーブルは、音楽プレイヤーの接続端子に合わせてご用意してください。さてでは今から、接続をするんですが、スタッフさんに接続をお任せしたいと思います。お願いします。まず、音楽プレイヤーへのヘッドホンアウトにこのステレオミニケーブルを接続します。そしてその先を AD5 の背面のオーディオインに接続します。これで音楽プレイヤーの音が AD5 のドラムの音とミックスされます。次に音源のアウトプット端子 L と R をソニックポートの入力端子に接続します。よいしょ、はい、これで接続 OK です。では、音量を確認しつつボリュームを設定して、準備も OK ですかね。はい、ではスタッフさん撮影開始お願いします。はーい。
ありがとうございます。無事に撮影できたでしょうか。ちょっとだけ再生してみたいと思います。ではね、ちょっと見やすいように iPad の方に転送したいと思いますので少々お待ちください。はい、こんな感じですね。で流してみたいと思います。来てるかな、大丈夫かな。はい、バッチリでしたね。あとはこの動画を、YouTube などにアップロードすればバッチリです。さてここまで皆さんついてこれてますでしょうか。コメントの方はいかがですか。はいはい、はい、天の声です。あ、天の声さん今日もありがとうございます、はい、ちょっとリバーブかかってますけどねもうすごい展開っぽい結構ね、はい、いっぱいコメント来てます。あ、ありがとうございます。はい、あのなっちゃんって叫んでる人もいれば、ね、嬉しいわいろんな人がドラマーのためになる動画ありがとうございますっていうのもあるんで、はい、ドラマーの皆さんやっぱりね配信とか、うん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 、動画収録とかね結構好きみたいですからね、気になりますよね。はい、ぜひ勉強していってください。まあ、そんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。皆さんごゆっくり。こんな感じで声援とかもめっちゃ嬉しいのでどんどん送ってくださいはい、では、ここまで叩いてみた動画ができるようになりましたので次はライブ配信ですね。私もね普段はビゴライブっていうアプリで、ドラム配信とかあとお料理配信とかをやってるんですけども、なんと今日はそのビゴライブをここで再現してみたいと思います。わーすごい、これは前代未聞じゃないですか。配信中に別のところで配信をやってみたいと思います。今日はね、普段使ってる機材を自宅からドーンと持ってきました。まずは機材の構成を紹介したいと思います。 A ドラムス、うちにも A ドラムスがありますので A ドラムス、そしてオーディオインターフェース機能のついたミキサー、ヤマハの AG06 を使ってます。そして音楽を再生するプレイヤー、今日は Mac を使います。そしておしゃべりするためのマイクで、最後に配信用の iPad になります。まずはこの機材をセッティングするんですが、なんと今日はすでにセッティングされています。早速、ライブ配信をねビゴライブでやってみたいと思いますので、ビゴの、アカウントお持ちの方はちょっと忙しくなっちゃうんですが2画面で、見てみてください。そちらもコメントいただけると嬉しいです。ちょっと接続してみます。よいしょ、つながったかな。今この辺に、あ、こちらですね、映ってますね、映ってます。あ、ありがとうございます。こんにちは。あ、ありがとう、みんなこんな早めの時間に遊びに来てくれてありがとうございます。渋谷さんありがとうございます。そしてカズくん、あ、ありがとう。イマジンさん、モグレさん、カイツさん、こんにちは。あ、シェア嬉しいです。ぜひ皆さんちょっと短い時間なんですがシェアしてくれたら嬉しいです。シェア、よいしょ、ありがとうございます。ちょっと顔白いけどごめんねヌーさんこんにちは、 DTP さんこんにちは、ルルさんこんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。カズさんこんにちは、ノラネコさんこんにちは、ありがとうございます。ドラムの音聞こえてるかな。カズくんハートありがとう。私の声とドラムの音は聞こえてますでしょうか。マコタンこんにちは、こんにちは。あ、ありがとうございます。カツオさんこんにちは、ありがとうございます。バッチリですか。今日はね、ATV のショールームが新しい、ところに移転したんですけども、
原宿にある E スタジオさんからお送りしてます。ちょっとこの画角だとねちょっとしか見えてないんですけど、すごい広くて、背景もバチッとかっこいいショールームに移動して、初めての配信になります。ドラム配信です。でも今日はちょっとATV の YouTube ライブの最中で今ビゴライブを配信してるんですが、今日はドラム、電子ドラムを使って、ライブ配信の仕方を実際にライブ配信でやってみよう。ちょっとややこしいな。ライブ配信の仕方をライブ配信でやってみようってちょっと難しい、ことにチャレンジしてるんですが、ぜひ皆さん、ATV の YouTube チャンネルとこの私のビゴライブ両手で、見てくれたら嬉しいです。カズさんありがとうございます。 YouTube が顔のところにある。あ、ありがとうございます。これをこうしたらいいかな。これで大丈夫かな。あじきさんこんにちは。あ、かきやろうありがとうございます。今日はね1曲だけ演奏したいと思いますので、そうそう大丈夫かな、大丈夫かな。私は本当にあなたが好き。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。むちゃくちゃ盛り上がってますねこれ。むちゃむちゃ盛り上がってる。これもしかしたら YouTube より人多いんじゃないですか。頑張れ YouTube。頑張れ YouTube。みんな YouTube の方コメントよろしくお願いします。いや本当にみんなありがとうございます。もしかしたらお仕事中のね時間だと思うので、こうちょっとお腹痛くてって言ってトイレに駆け込んで見てくれてるかもしれない。ありがとうございます。ではちょっと1曲だけ演奏してみたいと思いますので、皆さんいつも通りに、楽しんでもらえたら嬉しいです。ミキさんめんめんありがとう。ではお願いします。
たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。ありがとう。なんかドラム配信するのちょっと久しぶりになってしまったんですが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとう。今日ね、あの配信、ビゴ配信はここまでになってしまうんですが、引き続きね、ATV の YouTube ライブで、この後も配信したいと思いますので、もうちょっとあのお腹痛くてお仕事サボってる方はもうちょっとお腹痛くなってもらってでは YouTube の方でお待ちしております。皆さん本当にお忙しいところありがとうございます。ありがとう。それではビゴ配信から YouTube に移りたいと思います。皆さんたくさんありがとうございます。またね、ありがとう。バイバイ、ありがとうございます。よいしょ。すごかったね。いや、ありがたいですね。本当に皆さんありがとうございます。めっちゃ楽しい前代未聞じゃないですか、2つ いっぺんにね。なかなか、だって同時配信ですもんね。そうですね、はい。ありがとうございます。みんなも見てくれたみんなも忙しかったと思います。どっちでコメントしようかなみたいな2画面でありがとうございます。で、ドラムの生配信、ドラム配信って結構気になってる方多いんじゃないかなってね、ドラマーさんの中でも思うんですけども、でも私も最初機材とか何揃えばいいか分からなくて、何揃えればいいか分からなくて、いろいろ友達とかみんなに聞いて、で、それをまとめたものを YouTube にドラム生配信のやり方みたいなタイトルでね、 YouTube に動画アップしてますので、もしちょっと興味ある方はそちらを見てみてください。で、まあ、ドラム配信をするにあたっての、まあ、アドバイスといいますか、やっぱりこの環境づくりがまず一番みんな難しいところだし、大事なところだと思いますので、防振ですね、防振対策をしっかりしてあげるといいんじゃないかなと思います。私は自宅ではディスク、なんだっけな、ディスクバランスシステムっていう、ディスク、バランスボールのディスク、バランスボールをディスクにしたようなやつがあるんですよ。それを6個かな、まあ、4個から6個買って膨らまして、でその上に、まあ、ベニヤ板とかね、こういろいろ置いて、その上に電子ドラムを置いてるんですけど、そんな感じで防振ステージを作ってやったりとか、あと一番効果あるなと思ったのはビーターですね。バスドラの振動が一番響くので、このビーター、バスドラムのこのトントンするところなんですけど、ビーターを、あれはタマさんかな、タマさんから出てるスポンジビーター、スポンジに変えてあげるとめちゃめちゃ音が消音になるし、あとなんだろう、踏み心地もそこまでめちゃめちゃ違和感があるっていうわけではないので、ぜひこれは取り入れていただきたいと思います。で、忘れてはいけないのが、なんといっても隣人さんへの感謝、これは絶対ですなんかご挨拶するだけでも、下でちょっとお騒がせしてますみたいな感じで仲良くなっておくと、こうなんか例えばうるさかった時とかもね、最近音どうですか、うるさくないですかって聞くだけでも、皆さんの隣人さんのストレスが減ると思いますので、まず周りから攻めていくといいんじゃないかなと思いますはい、では皆さんどうでしたか、ドラムのライブ配信面白いでしょ。ここまででチャットはどうなってますでしょうか。はいはい、チャットですけど結構ね、皆さんパチパチパチっていう手形のマークが ありがとうございます、いっぱい来てます。で、まあビゴライブのね、最中もうどん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 応援メッセージが来てます。ありがとう、嬉しい、はい、ね、中にはアーカイブ残りますかなんていう質問もあったりするんで、はい、この番組はね、ちゃんとアーカイブ残りますから、はい、ぜひ、ね、楽しみにまた見てください。また見てください。はい、ありがとうございます。質問とか大丈夫ですか、わかんないこととか、うん、質問今日はないです。はい、ありがとうございます。皆さんの声援が力になりますでは、次ですね、次行っちゃいましょう。
次は配信をワンランク上の、配信を目指している方に ATV の AV ミキサー A-Pro1 を使った映像演出の方法をご紹介したいと思います。で、ここはねちょっと難しくて私ちょっとよくわかんないので、天の声さんにいろいろ紹介してもらいたいと思います。天の声さんよろしくお願いします。はいはい、天の声です。わー、もうねちょっとマスク今だけ外してますけど、はい、はい、じゃあ今日ねご紹介するのはATV はドラムだけじゃなくて、映像製品もやってますっていうことで、はい、A-Pro1 という、まあ、このねガンダムカラーのこれは男の子大好きなカラーです、別にガンダムになるわけじゃないんですけど、あ、違うですね、はい、そういうカラーのね、これ映像機材なんですけど、はい、映像スイッチャーって言って2つのこうカメラを入れてそれをこう切り替えるとか、あとミックスしたり合成したりそういうことができるんですよね、うんうん、今ちょうど今の画面って、画面の中にこう A-Pro1 って文字が入ってると思うんですけど、はい、この文字って実はパソコン横にあるパソコンから、こう出していて、それをこのカメラの映像と合成してるんです。なるほど、こういうこともできるんです。有能、はい、なんですが、今からやるのはまあ、ちょっとねこうドラムの配信なんかで夏木さんもいろいろ使われてると思いますけど、はい、もう一つ上のランクということで、ご紹介していきたいなと思うんですけど、はい、ちょっとね接続だけちょっと紹介するとこちらに、はい、これ 4K のカメラなんです。ちょっとコンパクトですけど 4K のカメラがこう設置されてまして、はい、で、この A-Pro1 に入ってます。で何をするかというと、この 4K のカメラっていうのは 4K って結構画面が広いんですね、はい、ちょっと画面2画面にポンとしてみます、はい、ああ、なので今夏木さんが映ってる画面がこのさっきの 4K のカメラで映している絵です。はい、はい、でこの 4K のカメラってすごく画面が広いので、そこから、ハイビジョンって言われてるね、エッチデーと言われてる画角に切り取ってそこだけアップにしてみたりとか動かしたりとかいうことができるという代物なんですよ。なるほど、うん、なかなか難しいと思いますけど、ちょっと煙が出そうですね、そうですね、まあちょっとねどんなことができるかっていうのをやってみたいと思うんですけど、はい、この操作方法っていろいろあるんですけど、その操作方法にすごく適している、まあ、これは ATV のものじゃないんですけど、ストリームデッキという、ね、ものがありまして、これ配信してる人は結構ね使ってる人が多くて、例えば OBS とかね、配信するソフトとかのコントロールとか、あとは配信中に、夏木さんもよくやると思いますけど、ツイッターでなんかこうコメント返したりとか定型文を返したりするときはここのボタンに、一つ一つのボタンにそういう行動をね、何をしてこういうボタンを押してっていうのを全部覚えさせることができる。なるほど、すごく優れもんなんですよ、はい、でこのボタンにですね、さっきの A-Pro1 の機能をボンと割り当てて今います。はい、なのでこの 4K のカメラからですね切り取るっていう作業をですねちょっとやってみたいと思いますね。はい、はい、今これ1番というボタンはこのバーンと引いた絵ですけども、ちょっと2番というボタンをちょっと押してみますね。こっ、お、じわじわとじわじわと近づいてきましたね。はい、これはこの画角に切り取ってそこにこうズームしていってるように見えてるんですけど、はい、実はカメラのズーム機能を使ってるわけじゃなくて、はい、違うんですね。これはこの絵の中を切り取ってるんですね。なるほど、そこにこうスムーズにこう動かしているっていう感じです。はい、じゃあちょっと3番ちょっとロゴを写したりみたいにしてね。あ、なるほど、はい、宣伝です、はい、で4番グッとまだ寄ります。あ、めっちゃめっちゃアップみたいな感じで、はい、ここまで最大寄れますね。はい、じゃあちょっとグーッと引いてみます。結構アップになるんですね。なります、はい、で今ちょっと動いてましたけどこれ覚えてるんですね、その場所をね、はい、なので、ここにちょっと見えますかね、はい、ゼロセックっていうボタンがあるんですけど、要は0秒で動くっていうことなんで、なるほど、徐々にではなくポンとあポンとあポンとあこんな感じで、なるほど、瞬時に動くということなんです。これはい、時間も決められるんですか？はい、変えることができます。おー、でもっとね面白いことやってみましょうか。じゃあ、例えばじゃあ3番このロゴ映ってますけど、はい、ここにね、矢印のボタンがあって、これをうーっと上持ってくるとほらお動くんです。
切り取る場所を今動かしてるんですよ。なるほど。でちょっとじゃあ、夏木さんちょっと左側に寄ってもらったところで、これをセーブってやるとそのボタンにこうこんな感じで、はい、あ、覚えさせられるみたいな、まあ、そういうこともこうできちゃう。便利。非常に面白い。面白いですね、これね。スイッチャーというね、あの代物ですけども、うんうんうん、まあ、こういうのだと多分あの夏木さんが、配信してる最中にボタン覚えさせておけば、はい、配信中にポン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 切り替えると。あ、じゃあ一人で配信してても面白い演出ができちゃうわけですね。カメラが1台しかないけど、うんうん、もうカメラ動いてるような形に見えるんですね。あ、確かに何台もあるような感じしますね。そうなんです、はい。あら、そんな感じでこれを今日ご紹介したいなと思っておりました。あ、ありがとうございます、はい、私もちょっとデジカメ買ってこんな風にコントロールできるようになりたい。そうですね、はい。というわけで天中さんありがとうございました。ありがとうございます。さて今日のメニューはこれで全て終了になります。皆さん質問はありますでしょうか。さっきの A Pro 1とか仕組みとか分かりましたか。一台のカメラでこう切り取る場所を変えてこうアップにしたりとか徐々にこう動かしてズームインっぽくしたりとかね、いろいろ設定ができるような、機材でございました。チャット欄はどんな感じでしょうか。はいはい、はい、今あのちょっと気抜いてました。もうちょっと終わったんだ、出番が終わったんだ。こら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 、はい。ちょっと、私の声がちっちゃかったという、お怒りの、まあ、お怒りのね、はい、私の声はちっちゃくても多分大丈夫だろうと思いますけど、大丈夫ですかね、はい、またアーカイブゆっくり見てください、はい、分からなかったらまたあのね、ATV のツイッターの DM なんかにねいろんなことを、まあ、ご質問いただければお答えいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、どんなカメラでも接続できますかっていうお問い合わせなんですね、うんうんうん。で今ちょっと答え出しましたけど、はい、HDMI っていう端子がついてないとダメなんですけど、うんうん、まあ、大体の場合カメラには HDMI っていう端子がついてますので、はい、それをそこからこうつないでいただければいいんですけども、はい、中にはですねつないだけども、カメラってほらなんかいろんな情報が出てるじゃないですか、はい、例えばバッテリーの残りとか、うん、ああいうのが消せる機能がついてるカメラだとなおいいですね。なるほど、はい、今そういうカメラを使ってますけども、あ、はい、それも一緒に配信されちゃうってことですか。そういうことです。あ、なるほどなるほど、気をつけないとそういう、ね、消せないものが残っちゃったりする場合もあるので、そのなんかは逆に DM でねお尋ねいただくとお答えいたしますので、はい、ぜひぜひどん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 ご質問くださいとのことです。なるほどね。じゃあ iPad は使えないってことですよね。ちょっと出てきちゃうんですよね、周りがね、うん。でもなんかソフトではそういうのを消すものがあのアプリなんかではあるみたいですけどね。え、じゃあ iPad でもいけるんですか。今ここではわからないです。ここではわからない、ね、そういうアプリがあるというのは聞いたことがあります。なるほど。じゃあもしかしたら、はい、いけるかな。まあ、まだちょっと何とも言えないですね、はい。たださっき言ったようにこうアップしていくので、はい、例えばカメラがね例えばハイビジョンのカメラだとしたらそれをギューッとアップしちゃうので、うんうん、例えばちょっとこう画像が荒くなったりするので、まあ、できれば 4K のカメラがいいと思います。今結構 4K のカメラも安くなってるので。なるほど、はい、確かに 4K のカメラでもこう顔だけアップになった時ちょっと荒くなりますもんね。そうですね、やっぱりね、はい、うんうん、なるほど。 4K でこれってことはやっぱりなるべく画質のいいものがいいんじゃないかな、はい、とのことです。他に質問とか大丈夫ですか。大丈夫かな。ああ、気抜いてました。ちょっとちょっとちょっと大丈夫そうですか。大丈夫っぽいです、はい、あ、ありがとうございます、はい、では、今日の ATV チャンネルはここまでになります。ナビゲーターは金子夏希でした。じゃあ最後に1曲だけ、演奏してお別れしたいと思います。ありがとうございます。
She cried, cried. そんな顔は似合わないよ。迷わないで、とりあえずでもいいから後ろに組んだ手をさあほどいてごらん。それではまたの次回の ATV チャンネルでお会いしましょう。お楽しみに。またねー。